すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録、法人研修はユースフルフォービジネスで検索。どうも皆さんこんにちは、エースルの鳥羽です。さて本日の動画ではオブジェクト式について学んでいきます。このオブジェクト式、具体的には Excel の機能をプログラムから実行するための命令文のことを言います。オブジェクト式を学ぶことによって皆さんは Excel に対してああしなさいとかこうしなさいといった命令をすることができるようになります。そしてオブジェクト式を学ぶための一番のポイントは身近な具体例でイメージをするということです。オブジェクト式で行っていることというのも、私たちが日常生活で行っていることも全く変わりがないからなんですね。なので私はここからプログラミングや VBA の難しい専門用語だったりカタカナ用語というものは一切使いません。その代わりに私の身長の話であったりワンちゃん猫ちゃんとかお家の話とかこういった身近な具体例を使いながらオブジェクト式について説明させていただきます。この動画を見終わるからには皆さんはオブジェクト式って結局私たちのいつもの考え方と同じじゃんと思ってもらえるようになりますので、ぜひ最後まで楽しんでご視聴いただけますと幸いです。というわけで早速ですが内容に入っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では今回は私たちの身近な具体例から話を始めていきましょう。 Excel の機能というのはたくさんありますよね。セルシートブックというところから始まってグラフを書くこともできますし、フィルターを設定したりとかそれを印刷することもできます。またまた図形を描くことができたり、表の中のフォントというのも設定することができます。本当に Excel というのはたくさんの機能があるわけなんですが、ここで皆さんに質問です。これらたくさんあるExcel の機能を VBA から実行するために覚えるべき構文というのは一体いくつあるでしょうか。これ皆さんも一緒に考えてみてください。さっき紹介しただけでも6個ぐらいはあったから5個以上あるだろうな、10個分は覚えなきゃいけないのかなとか皆さんちょっとね心配されたんじゃないかなと思うんですが、答えを言うとたった2つなんです。すごいですよね。 Excel の機能はこんなにたくさんあるにもかかわらず、それを VBA から実行するために覚えるべき構文はたった2つなんです。皆さんが中学や高校の頃に習った英語というのは5文型ということで5つ文型覚えたんじゃないかなと思いますが、 VBA の場合は2文型ということで簡単ですよね。ということでそれでは早速内容に入っていきましょう。先ほど申し上げたようにオブジェクト式とは Excel の機能をプログラムから実行するための命令文のことです。そしてこのオブジェクト式はたった2つの構文から成り立っています。その1つ目というのが対象ドット属性イコール値というものです。なんじゃこりゃと思われるかもしれませんが、これは何かの対象に対する命令文だと思ってください。つまりこの文章では対象が持っている何らかの属性に対して様子や状態と置き換えてもいいんですが、そこに対して値を設定しています。イメージとしてはこの対象に対して何らかの値になれと設定をしているんだと思ってください。そして2つ目の構文が対象ドット動作というものです。こちらは対象に対して何らかの動きを伴うアクションであったり処理を加えているんだとイメージをしてください。具体的にはこの対象に対して動けとかこうしろといった命令を行っているといった感じです。そして2つの構文を色分けをしてみるとこのような形となります。対象が持っている属性に対して値を設定するかもしくは動作をさせるかというのがオブジェクト式で行っていることなんです。でもここまでの説明ではまだいまいちあまりピンとこないですよね。なのでここからはもう少し具体例を出しながら考えていきたいと思います。まず1番目の構文、対象ドット属性イコール値から考えていきましょう。そこでまず一番最初、私鳥羽を具体例として考えていきたいと思います。私が持っている属性というのは本当にたくさんあります。身長とか体重とか名前とか出身地とか足のサイズとかいろいろな属性があるわけなんですけれども、このたくさんある属性の中から今回は身長を具体例に考えていきたいと思います。オブジェクト式を使うと対象が持っている属性に対して値を設定することが可能となります。ここでは例えば170という値を設定してみました。実際にね私の身長170センチあるんですが、トバドット身長イコール170という文章を作ることによってトバが持っている身長を170センチにすることができる。これがオブジェクト式で行っていることの意味なんです。そしてこのオブジェクト式というのは対象に対する命令なので、右側の値の部分というのは変えることが可能です。ここでは例えばトバドット身長イコール180として身長の値を変えてみると、対象の身長つまり私の身長というのをビヨーンと伸ばすことができます。また逆に身長というのを160に設定すると私の身長というのをね小さくすることができます。トバドット身長
イコール160。このような構文を使って、対象が持っている一つの属性に対して値を設定するというのが、オブジェクト式で行っていることなんです。そしてこの対象というのはもちろん、私でなくても噛めません。皆さんが好きな対象をイメージしてみてください。私はよく好きで使うのが、ワンちゃんですね。ワンちゃんが持っている属性というのも、いろいろあるんじゃないかなと思いますが、ワンちゃんドット大きさイコール2メートルなんていう文章を作ってみます。そうすると、ワンちゃんの大きさっていうのを2メートルに設定することができます。こんなことはね、現実にはないんですが、このようなイメージで考えてみてください。ちなみに、プログラミングのイコールっていうのは、方法ではなく、代入を意味しますので、この2メートルの値を右側から左側へと代入するイメージっていうのを持ってください。他の対象として、ここでは例えば、お家なんていうのも例に考えてみます。お家が持っている属性、いろいろありますが、お家ドット色イコール黄色にすると、お家の色を黄色に塗ることができますし、他にも、本という対象を考えてみると、本ドットページイコール500ページとすることで、本のページ数を500ページに設定することができます。こんな風に対象が持っている一つの属性に対して、何らかの値や情報を設定することができる。これがまず、一番最初のオブジェクト式、対象ドット属性イコール値で行っていることとなります。身の回りの具体例でイメージは湧きましたでしょうか？ここまでの内容を踏まえた上で、もう一度一番最初の構文に戻りましょう。では、ここからがいよいよ Excel の話になるのですが、決して難しく考えないでください。たまたまこの対象がね、ワンちゃんでもトバでも猫ちゃんでもなく、Excel だったと思ってください。Excel ドット属性イコール値という文章になるのですが、Excel が持っている操作対象というのはたくさんあります。代表的なものの一つ目がセルです。セルが持っている属性というのもたくさんあります。中に入っている値とか、罫線とか、フォントとか、背景色とか、いろいろな属性があるわけなんですが、これは例えば、セルドット値イコール10という文章を作ってみました。こうすると、セルに対して値として10を代入することができる。つまり、セルの H に対して10という数値を入力することができます。これが皆さんのこれから VBA で行うことなんです。他にも操作対象を考えてみましょう。例えば、シートなんかはどうでしょうか？シートが持っている属性、いろいろあるわけなんですが、ここでは、シート.色イコール黄色なんていうコードを書いてみます。こうすると、シートのインデックスというんですかね、その色を黄色に設定することができますし、他にも操作対象として、ルックというのも代表的です。ルック.名前イコール集計とすることで、このブックの名前を集計 .xlsx に設定することができます。もちろん、本当の VBA のコードというのはこんなに単純ではなくて、もう少しね、プログラミングのややこしい専門用語というのは多少使うんですが、本質的には皆さんに今ご紹介したこれらの図と全く行っていることは同じです。なので、オブジェクト式とか VBA のコードと聞いても全く難しく考える必要なくて、今ご紹介した対象ドット属性イコール値のイメージでこれからの内容ぜひ見てみてください。ということで、ここまでの内容ですでにもう皆さんはオブジェクト式の1番目の内容をクリアすることができました。では次に2番目の内容として対象ドット動作について考えていきたいと思います。ここでも具体例としてトバを対象として考えてみましょう。トバに対して行わせることができる動作っていうのはたくさんありますよ。例えば走れとか食べろとか立てとか寝ろとかいろいろあるわけなんですが、ここでは走れという動作を例に考えてみたいと思います。トバドット走れという文章を作ることができたわけなんですが、この文章を作ることによってどんなことができるのかなんとなくわかりましたよね。はい。トバドット走れという文章を作ることで、こんな風にですね、私がギュインと走るように命令を行わせることができます。これが対象ドット動作の意味なんです。では、同じく対象というのがトバでもワンちゃんでも猫ちゃんでもなく、たまたまですよ皆さん、Excel だったと思ってください。Excel における操作対象というのはたくさんありますが、代表的なもの、先ほど申し上げたように3つありました。セルシート、ブックというわけなんですが、ここからはもう少し VBA 寄りの知識をご紹介していきます。セルに対してこれから皆さんが行わせたい動作というのはたくさんあるわけなんですが、代表的なものがコピーです。セルドットコピー、これを行うことによってセルの内容をコピーするという動作を行わせることができますし、次はシートです。シートに対して行わせたい動作というのもたくさんありますが、例えばここでは削除というのを例に出してみました。シートドット削除というコードを書くことでシートを削除することができますし、ブックドット追加というのもあります。これによってブックを一つ新規作成することができる。これがオブジェクト式が行っている動作の意味となっています。
ここまでの内容によって、対象ドット属性イコール値っていうのと、対象ドット動作という2つの構文をクリアすることができました。皆さんお疲れ様でした。次回以降の動画では、この構文を頭に入れた上で VBA のコードを書いていくことになります。ですので、難しいカタカナ用語とか、プログラミング独特の命令の書き方というのに惑わされず、一番の幹の部分、一番大事の部分は、この2つの構文なんだということをしっかりと覚えておくようにしましょう。というわけで最後、ここまでの内容をまとめて終わりにしましょう。オブジェクト式とは Excel の機能を実行するためのコンピューターに対する命令文なんだということを学びました。そしてこのオブジェクト式は VBA において大きく2つあります。1つが対象が持っている属性に対して値を設定する対象ドット属性イコール値というもの、そしてもう1つが対象に対して何らかの動きを伴うアクションをさせる対象ドット動作というものでした。皆さんはこれからこの2つの構文をベースにVBA のコードというのをたくさん書いていくことになります。なので具体的な身近な例でイメージをするのと同時に、これから難しいカタカナ用語が出てきたとしても絶対に惑わされないでください。この2つの構文で行っていることというのは、トバ福のイコールコンみたいにね、対象が持っている属性に何らかの情報を設定したりとか、トバ走るみたいにね、トバを走らせるみたいな命令文と全く同じです。それがたまたま Excel のセルシートブックになったと思ってもらえれば OK なので、ぜひこれからも楽しく VBA の学習を一緒に進めていきましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。オブジェクト式として重要な構文を2つ学びました。最後に私からワンポイントアドバイスにはなるのですが、ぜひ皆さんも身の回りの具体例でオブジェクト式を考えてみてください。私が見ている感じ、このプログラミングの上達が早い方は、難しい概念というものを私たちの身近な日常生活の具体例に置き換えて考えるということがものすごくうまいです。なので私が動画内でご紹介したね、ワンちゃんとか身長のサイズとかお家とか、この具体例以外にも皆さんがピンとくるような具体例だったり言葉というのをぜひ探してみてください。というわけで次の動画では、オブジェクト式を読み解くための一番大切なポイントについてお話をさせていただきます。ですのでぜひ次回の動画でまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、ユースフルフォービジネスで検索。